イザベラ・トバヤス・ライツは、アメリカ合衆国出身、ジョージア、リトアニア、イスラエルの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、イリアト・トカチェンコ、デイビー・ダス・スタグニウーナスなど、2014年ソチオリンピックリトアニア代表、2015年11月24日、デトロイト・レッド・イングスのスカウトの男性と婚約した。 2017年6月10日にデトロイトで結婚式が執り行われた。式にはパートナーのトカチェンコ、前パートナーのスタグニューナスも出席した。1991年ニューヨーク生まれ、1998年にスケートを始める。もっぱらバレエダンサーとしてのキャリアを歩み、1999年から2006年までアメリカバレエ学校に学び、 ニューヨークシティバレエ団公演に参加する傍ら、2003から2004シーズンまでは、カート・リンゲンフェルターや、ジェームズ・ウォーレンとのカップルで、アメリカの全国選手権に出場する。2007から2008シーズンに、グルジアのオタル・ジャパリゼと組み、グルジア所属のカップルとして、ジュニアクラスの国際競技会に出場。以降、イリア・トカチェンコや、イゴール・ルカニンといったアメリカに練習拠点を置いた。 他国選手とカップルを組む。2010年にリトアニアのデイビダス・スタグニューナスと組んでシニアクラスの国際競技会に出場。2010年 NRW 杯で表彰台に立つ。2011年スケートアメリカで3位となり、自身初の ISU 主催の国際大会では初のメダルを獲得。2012年6月にはイーゴリシュピリバンドについて 練習拠点を移した。2012年スケートアメリカは負傷の影響で欠場。2013年1月、リトアニアの国籍取得を目指していたが、リトアニア大統領のダリア・フリバウス会手によりその可能性を否定された。2013年12月、リトアニアの市民権の付与が決定した。ソチオリンピックでは17位、世界選手権では15位に入った。5月2日に、 スタグニューナスが怪我による競技からの引退を発表したためカップルを解消となった。その後、イリアトカチェンコとカップルを再結成しイスラエルに所属を移した。2017年4月、マリナズエワへのコーチ変更を発表した。2017から2018シーズンには出場予定だったグランプリシリーズの出場を辞退した。12月には トカチェンコのイスラエル国籍取得が拒否され、ビョンチャンオリンピック出場への道は閉ざされた。2018年1月29日、競技からの引退を発表した。ありがとうございます。